ニフもしあなたが英語でこの動画を見て「C」「We」とか「ほえ」と答えるならおそらく世界の多数派である複数言語を話すことになります。旅行が楽にできたり映画を字幕なしで見たりできる以外にも複数の言語を知っている人の脳は外見も働き方も一つの言語しか知らない人の脳とは違うかもしれません。 では、言語を知っていいるとは実際どううう意味でしょうか。言語能力は一般的に話す書くの2つの帯同的能力と聞く読むの2つの受動的能力で決まります。バランスの取れたバイリンガルは2つの言語にわたって全能力をほぼ一律に備えていますが世界中のバイリンガルのうち大部分の人ではその割合に偏りがあります。彼らの状況や各言語をどう獲得したかによってバイリンガルは3タイプに分けられます。 例えば、ガブリエラは2歳の時、家族でペルーからアメリカに移住。ガブリエラは複合型バイリンガルで、2つの言語コードを1つの概念体系のもとに同時に発達させています。彼女は周囲の情報を処理し始めた頃から、英語とスペイン語の両方を学習しているからです。一方で、 彼女の10代の兄は遠い型バイリンガルです。彼は2つの概念体系を使っており、学校では英語を学んで、家族や友達とはそれまで通りスペイン語で話します。最後に、ガブリエラの両親は従属型バイリンガル。彼らは第二言語を第一言語を通じて学んでいます。アクセントや発音を別とすれば、どのタイプのバイリンガルも十分に言語をマスターできるので、少し接しただけでは違いはわからないかもしれません。 しかし近年の脳イメージング技術の発展により神経言語学者は言語学習の特定の側面がバイリンガルの脳に及ぼす影響を見てきました脳の左半球が論理的思考で優勢であるのに対し右半球が情緒的社会的な思考で活躍することで知られていますがこれは程度の問題であり完全な分業ではありません言語がこの両タイプの機能を含むこと そしてその一方で脳の作用機能文化が成長とともに徐々に進むことから臨界期化説が生まれましたこの説によると子供が言語を簡単に学べるのは発達中の脳には言語獲得にあたって両半球を使える可塑性があるからです成人の場合は通常言語機能は片方の半球が優位で普通は左半球です これが本当なら、子供の頃に言語を学習すると、社会や情緒の文脈まで、より包括的に把握できる可能性があり、逆に最近の研究によると、成人になってから第二言語を学んだ人は、第二言語を使用中に、問題に直面した場合。 母語を使っている時に比べて、感情による先入感にとらわれず、理性的に対処できるそうです。でも、新たな言語の獲得時期に関わらず、マルチリンガルの脳には、いくつか顕著な利点があります。目で見てわかるものには、ニューロンやシナプスの大部分が集まっている、開発室の密度の高さがあり、また、第二言語に取り組むときには、特定の領域がより活性化します。 バイリンガルの脳は生涯にわたって高度に鍛えられるので、アルツハイマー病や認知症などの発症を5年程度遅らせることもあります。バイリンガルが認知的に大きな利点であるという考えは、昔の専門家が聞いたら驚いたことでしょう。1960年代以前はバイリンガルはハンディキャップと考えられていました。 言語の区別に過剰な労力が必要なので子供の発達を遅らせると考えられていたのですこれは主に欠陥のある研究成果に基づく見解でした確かに最近の研究でも両言語を必要とするテストでバイリンガルの中には反応が遅く誤頭の多い生徒がいることが示されましたが同時に言語の切り替えに必要な努力と注意が活性化を高めるきっかけとなり肺外側・前頭・前皮質を強化する可能性も示されました脳のこの領域は 実行機能や問題解決タスクの切り替え、そして不要な情報を取り除き、集中するのに大きな役割を担います。バイリンガルが必ずしも頭が良いわけではありませんが、脳はより健康的に複雑になり、活発に物事に取り組むようになります。子供の頃に第二言語を学べなかったとしても、遅すぎることはありません。騙されたと思って、ハローからオラ、ボンジュール、ニーハオへと言語を飛び越えてみてください。 ちょっとした運動でも脳にはとっても大事ですからね。2つ以上の言語を話すことは脳にどのようなメリットがあるのでしょうか。この動画でご紹介します。さらにチャンネル登録で毎週新たな学びと出会いましょう。